今日は多分2回目の曲です。最初は
ょーんの、あー夕飯はって書いて、夕飯はじゃない、今日の成果、行ってみますか。チュ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 チそれでは通常配信スタートです。おはようございます。チョコちょうだい。7回、おお、クッキーなの、チョコじゃなくて。あらかわい、ありがとうございます。おはかろん、おはようさん、改めて大はさべ92日、ありがとうございます。ハッピーバレンタイン、さべ92日とドッカン、ありがとうございます。かのほどドッカン、ありがとうございます。ハッピーバレンタイン、かのちゃんおはよう。今朝は早起きさんちゃんですね。そうなんです、かののどれよりは。ハッピーバレンタイン、彼女王さん、おはようございます。おはようございます。おほほほほ、好きな朝からもごちゃごちゃなさ、今日ですす好き好きだって、好き好きって書いてあった。チョキ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 なんです。肌っちむほ、おはよう、チョコちょうだい、チョコちょうだい、チョコだと思ったらクッキーなの。それでは改めてご挨拶、かのちゃんおはよう、はおはおは、手形から始まったね、いよいよ、かっこいいね、出勤かな。あれはね、ダメだ、乾かんもんだって。なんか乾いたんだけど、もうほぼなんかね、インクが取れちゃったりするから、逆にね、服についちゃう。ついちゃう、着てきたいんだけど。おはようございます、結婚ちょうだい、なんでやねん。クッキーありがとう、まあ、チョコにしとこっか。チョコありがとうございます。あー、チョコもあるんだ。チョコありがとうございます、チョコちょうだい、チョコクッキーありがとうございます。おはよう、チョコちょこっとちょうだい、
ちょこちょこちょうだい。髪の毛ちゃんとなってんね、だって。そうですね、おり落ち着いておりますね、今日は。おはよう、ひゃほい、おはようさんちゃん。元気です。ちょこちょうだい。今日はおはようんちゃなんでやねん。似たようんちゃなんでやねん。おはよう、お目覚めかが。うぐぐっくく。ちょこよんちゃなんでやねん。おはようございます。エールいただきました。あ、送りました。チョコちょっとあげた、だってありがとう。チョコ配信、そうなんです、チョコ。今回ほら見てください、皆さん、背景もバレンタイン仕様になって、ハッピーバレンタインということで、今回もイベントが開催されております。あのね、多分今回は好きなスイーツが選べるよみたいな感じだったと思うんですが、カロンさんはとても食べたいので、皆さんご協力よろしくお願いします。チャレンジランから、あ、ちゃちゃ、メニューからチャレンジ欄を開いて、クッキー、無料クッキーがあるよって方はぜひお願いします。おはさんちゃん、チョコレート、板チョコありがとうございます。2枚、エール2年ぶりにいただきました。嘘、2年ぶりだった。ええー、よかった、遅れて。おはよう、ニキちゃんの調子はどうですか。カピカピになってきました。今日はお仕事ありそう。今日はお仕事はないけど、やることがあります。初見さん、おはよう。初見さんだっけ。初見さんになっちゃったの。初見さん、本当に初見さん、ありがとうございます。おはよう、おはよう。今日もナイナイ隊終了しました。今日もあなたはいい波乗ってんね。ありがとうございます。ちょうどちょうだい、ちょうだい。ちょ、さんちゃん、ヨコニャン誕生日プレゼントした。はい、あ、ヨコニャンさん言ってましたか。そう、今回プレゼントね、前回カノンいただいてすごく嬉しくて、はい、ヨコニャンさんの誕生日に今回はカノンから、はい、プレゼントさせていただきました。聞きましたか、メニューの、メニューチャレンジから無料のチョコギフト投げて、ね、お願いします。なんかいいよ。最近マーヤもかゆん。本当はサンちゃんはチョコあげるなんだけど、さんちゃんはギフトでもらう。そうなの、ややこしやでしょ。カノンも思いました。髪の毛乾燥さんちゃんですね、だって。そう、ちゃんと乾かしたちゃんと乾かした。火曜日のカノンちゃん、おはようございます。おはようございます。チャレンジの板チョコは貯めとくの。あ、チャレンジが板チョコなの。クッキーじゃないんだ。あ、クッキーがチャレンジ。え、配信背景もね、そうなんですよ。カッポーギでお乳の当て方変えで、お乳のカッポーギ全部してるのだって。してないですイレちゃん、なんでやねん。昨日はゆるばととどめがかり、ナイスナイスナイス、ありがとうございます。初めてかな。もうね、カノは最後の攻撃に命をかけてるから、ドラゴンが出てきたらファッ、ドラゴンができたらファッって攻撃する係カノ。エール超大だって。エール送りたいよ。あれ、カノ選んでないんですよ、エール。あの、その時に出てる人に送ってるから、運ですね、多分。とどめを刺しました。愛をください、愛をください。土壌をプレイリスト読んでくれた、読みました。すごいいい曲、カノンが知ってる曲も結構入ってたんですけど、いい曲がね、入っていっぱい入ってました。ドライブのリルメンの並び、餃子さんの左にってことは総労力1000超えましたね。はい、超えました。超えたんですけど、ドライブもいろいろわからないことがまた出てきちゃって、あのまずクエストを いっぱいやったら次のエリアが行けなくなったんですけど、もうないってことですか。課題やってない、だから課題は終わったろ。はじめまして、なんでやねん。あ、投げるんか、板チョコなんかチャレンジのやつをね、まずはチェックしてみてください。ハッピーバレンタイン。チョコタワー欲しいなでしょ。違いますよ、そんなこと言ってないじゃないか。言ってはいないじゃないか。昨日谷間大佳さんの生誕イベント見れてないんですけど、あの生誕ディスプレイにあのが本当素敵で、なんかすごく素敵だった。うん、谷さんの
雰囲気にもすごい合ってるなって思ったし、ちょっと大人な感じもありつつすごい可愛かったです。でお花があの一人一人ね、あの整体院の方がなんていうんですか、こういうのは作ってくださったみたいで、それをね教えてもらって気づいたんですけど、はい、とても素敵な、はい、お花になっておりました。おしゃれーな、カロンちゃん大好きだ大好きだ、カロンちゃんお誕生日プレゼント365日受け付けてますよ、ちょうだい。え、ハロンも受け付けてます365日。部屋から部屋の背景が寂しいからエスケープチームイン、その中で初めましてフォローしてるとか貼っては、確かにね、流しとくのダッチの方みたいなの。おはよう、チャレンジがいとチョコ、あそうなんだ、じゃあ合ってるわ、チョコください。おはよう、みおちゃんはかのんちゃん、喉が、みおちゃんはかのんちゃんから誕生日プレゼントもらった手紙紹介してました。お嬉しい、そうなんですよ、手鏡をねプレゼントしましたね、手鏡、ハッピーバレンタイン、おはようさんちゃん、チャレンジはいたちょ、了解、おはよう、はじめまして、あれ、あここにあった、あれここにありました、探す、はじめまして、なんだよねカロンちゃん、おはよう、今日もとっても可愛いです、ありがとう、おはよう、ドラゴンにとどめ、いいね、いいとこ取り、そうそうそう、最後にねさんちゃんがとどめを刺したって、よっしゃ、チョコ配信チョコちょうだい、ごっつぁんごろけ、そう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 、みんなさんが本当に本当にね戦ってくださって、たくさん、最後カノンがとどめを刺す愛をいただきました、キュンです、カノンに運なしイケメンです、だからミレイちゃん頑張る、だって、なにカノンに運とかあるの、なんでやねん、クッキーありがとうございます、昨日サイン会&手形が見たけど、今の時点で大量に北海道にブランケットジャケット必要かも、寒いってこと、寒そうだった、昨日はねあのなんか切り抜きおしょびっと見たんですけど、クエストそこからって、まだまだってこと、でもギルドの並びは必ずしも総合力順じゃないよって、そうなの、チョコ配信、あチョコありがとうございます、ハートが出てきた、カノンちゃん昨日はサイン会ありがとうございます、カノンちゃんはしてないですよ、カノンちゃんはしてないですよ、サイン会の名前呼びの時は静かにしてなってて、大声で叫ぼうかな、うちのギルドも、おカノン今日はマーヤンちゃん生誕イベントにミレイちゃんが一人で参加するね、だって、カノンちゃんおはよう、サイン会楽しみにしてます、楽しみにしてね、今日服も白いから真っ白だね、雪みたいになってるねこの辺ね、餃子さんは総合力にニラ多めです、どういうことよ、どういうことよ、ニラが多いの、ね、待ってね、誰と間違えてるんだよ、だって、あらカロンちゃんおはようさんちゃん好きやー、好きやー、あのね見たよ、ミキちゃんが真似をしてくれてるやつを見ました、カロンは朝7時に起きたって言ってた、多分ひまひまダンスの画像を流した、なんか流そうと思って今準備中です、おはよう、ツイッターのアイコン見た、タウンしだよんだって、見た見ました、あのカノンのこの前のクリームのやつがアイコンになってた、うれしい、ダミーデッキ組んでるんですよね、総合力推測されないように、なんじゃしゅりゃ、あまずこれをオン、おお眩しい、おはよう、なんで後ろスクリーンにしたかなかったの、あのね棚が
結構物がいっぱいになってきて、いっぱい詰め込んでたらなんかいい感じに並べられなかったので、今ちょっといっぱい物が置いてあるのと、この前スクリーンを使いたくて、スクリーンをのあれを置いてあるので使ってます。今喉に押さえないです。タラちゃん大変です。直配信超ご上代はじめまして、押します押されます、押されます。カロミちゃんおはようございます。おはよう。あ、板チョコありがとうございます。顔が青いね。すごい暇な人だねこれね。チョコあげる、ありがとう。チョコ配信チョコちょうだい、チョコポイチョコポイ、クッキーありがとうございます。どうしたらいいんだろう、こう顔が怖いね。クッキーありがとうございます。かのちゃん昨日の再会 DD 警察は誰か、まあまあちょっと昨日はですねまだ見れてないんですよ昨日のやつは。はい、なので DD 警察はお休みしておりました。何チョコが欲しいの、何のチョコが欲しいの、板チョコ、なんちゃってポーズ。おはようございます、行ってまいります、出る前へブブー。かんちゃん生誕には絶対行きたいんだけど、だって来てほしいよかな、だって模擬戦もアリーナにダミーデッキ組んでて昇竜すら見せてもらえない人とかいますかね。アリーナのやつ一回もやったことないんだけど、やった方がいいかな。かのんは9時に起きて、あ9時、そうハッピーバレンタイン。関東地方は週末ピンチ雪予報じゃ、オーマイガー、気をつけてねみんな。届いてたマジ、あんなところで久々に雪飲み来るとは7時じゃなくて9時ね、あ9時か、ちょっと聞き間違えました。おはよう123ちゃん、仕事無理やり終わらせて途中から再開見れました、だって、お素晴らしい。カノンは暇なんだ、目からビーム、ビームプロジェクター、そうこれはやめますか、ちょっと一回抜いて、ねこれですね、ソーダカノンのやつはね。だけどこれはあのフルーツサンドを消さないといけないんですけど、すごい中途半端なとこで終わるかもしれんよ。あらら、コメントが遅れちゃった。プロジェクター。カノアのコメント。あ、カノアのコメント。やっぱり、エンスだったんですね。アイシワンちゃんだったんですね。本当に。はよ、1、2、3ちゃん。あれどこ行った？あ、今日オシザ6位、作業の効率が一気に改善、デジタル機器をフル活用。
最近6位が多い。6位が多い。1位になりたいよ。みんなのアニメのにいつになったら見てくれるの。見てるってば。昨日あの里加穂さんのやつをあげつ、昨日だっけ、里加穂さんのやつあげつつでしょ。見てますよ。カラスが鳴いてます。カーカーカラスなで鳴くの。カラスの勝手でしょ。ラッキーポイントは実用的な動画。これまさにこれだね。エビバリセイ、今日はカラスがゲストで来ました。デジタル機器使っていいじゃん。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。いいですね。これが一番今日のカノンに合ってる動画です。はよんじゃなんでやれん。青いさんちゃん、青いカノンは暇なんだ。おはよう、ハッピーバレンタイン。おいしさ全然上位来ないよ。カノンさん頑張って頑張る。クッキーありがとうございます。キャー、初めまして。なんでやねん。ダッチもほシアの可愛いの歌だって。そう、クッキーみたいな。またスクリーン本体出てるやんって。本体じゃない、こっちが本体。チョコ、板チョコ、板チョコ止まっちゃうな。チョコちょうだい。おはよう、アロンちゃん。おはようです。なんでお部屋が暗めなの。スクリーンが見えるように。サイン会あの手形会のコメントに、ダッチもこのコメントに、石井ちゃんが苦笑いしてた。いいぞ。苦笑いしてましたか。あー、本当ですか。まあいいですね。苦笑いにも笑ってくれたら嬉しいです。 DB ケース、これが隠すの。隠すしてけよ。おお、お前ら隠すしてけよ。ルーカモンちゃんのサイン会本当に楽しみすぎるなんて。楽しみすぎるだからもうサイン、あ、先生ムーディーナブル。おお、サイン会はカモンさんしか買ってません。楽しなんで。本当ですか。本当ですか。嬉しいですね。それだったらダッチもどっちも、ダッチの方、ダッチの方のインパクト強すぎや。餃子2000兆超えてるな多分。だってあれじゃあ総合力じゃないねやっぱりね。ダッチの方、かよんちゃんおはよう。だっておはよう。ひやむくんはショールームの背景か。え、全抜なれました。あ、そうなんですか。嘘。うんちくん、今日は郵便マークの日。こう、え、はじめ、ニワトリの日、ハリクヨ、和チョコの日。和チョコ美味しそう。ハリクヨ、この前ねテレビでね、なんか針をさ、あの神社で、あの豆腐とか、こんにゃくに刺してもう使わなくなった針を供養して、そのお裁縫が上手になりますようにとか、やるやつをやってたよ。それのことか。はよ、仕事行ってきます。行ってらっしゃい。青い山脈、カウンちゃんは昭和。え、おはよう、ブルーマンテン。はよ、石津さんの手が高い。帰ってた。なんやそれ。丸？お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。おはよう、ダッチムホ生物のかか。ダッチムホ生物。先週の水曜日以来の出勤、電車乗り間違い、乗り過ごし注意しました。って気をつけてください。ドラエグ、ドラギルバトがあっても気をつけてね。後ろになんかできつ、そうそうそう、いっぱい出てきます。後ろにすごく綺麗な子が映ってる。誰だ。だってカノン。カノン、木製ハンガーの日。木製ハンガーはあんまり使わないな。プラスチックのやつが多いです。東京に、やばい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 、そば、白馬、
白馬そば椿屋つやの日つやんつやになりたいですね。エビフライぐらいなっちまおう。よし、かのんちゃんのサインか今から手形で申し込むぞ。ありゃ足りますようにだって。ありゃ終わっちゃったよ。もう少し右はい、ハッピーバレンタイン、チョコレートちょうだい。スパの日、スッパリ棒の日、スタバの日。おお、サウシはもちろんですよだって。ありがとう、嬉しい。チョコちょうだい、ちょうだい。さぬきルラルなんて、そんなことはないぞ。カードは暇なんだ。課題ポイした回避は違う、ポイしてない、終わったの。はい、ご飯見に来よう。我々何を刺されるのですかって。刺されない、刺されない。鬼はニッパー、ニッパーってなんだっけ、なんかこう工具だったっけ。結婚相談トゥールハートの日ですって。DDK セスミレちゃんのとこには出動しないでねだって。あ、もうバレバレじゃんバレバレじゃん。おはようございます、かのちゃん髪伸びたねだって。もうこれはロングだよね髪の毛。せっかくなのでフォローお願いします。福利子の宣伝投影しましょうだって。はあ、確かに。ちょっとまた作るかもしれないです。ありがとう、教えてくれて。え、メロンでもかゆいかも。ミレイちゃんのところでドリーム、ドリームのおじさんドリームランドおじさん、ジョーズさんの他監視しておきますので、ありがとうございます。カロン17ちゃん、イエス。今日もごちおにぎりセット受け取り完了しましただって。お疲れさんです。今日もいい一日になりますように。おととい、おたともさんと東海の話、東海の話って、昨日に会った、歌が、歌ったこと想像したら泣けてきた。泣かないで、泣かないで。あ、間違えた、あぶね。スクリーンもう少し大きくなりますか？スクリーン、これ映るのはね、多分もうちょっと調節できると思うんですけど。よくわからないのでとりあえずこのまま行きます。かのんちゃんは〇〇のいい書かないでね、チームいだからって。かのんちゃんはいい、A さんのいい書かないで全然気向いたからって。いい、ちょっと待って、いい、第1回ウエスタンカーニバル開催、ロッカービリーの日、ウルール病の世界に通達。昨日は忙しくてサイン会で戦いの様子を見れなかったなって俺はどう、もうどこのサイン会配信カノンさん見られても平気です。 DD 認知されてるからな、だって。あら、 DD ですもんね、 DD だもんね。おはよう、ニッパー3人ってジッパーや、カノンもジッパーを持ったわ。チョコちょうだい。こちらこそいろいろ工夫してて偉いな。そんなことないよ、いたチョコありがとうございます。ニッパーはペンチにいた方だよね、いら、やましいことな、いから DD 警察どんとこいだって。お、素晴らしい素晴らしい。青がのリバーバル配信見てたら、おにぎりおじさんネタってトークしてたねって。おにぎり、ほんとおにぎり話した。おは北海道でかいの聞いてるよだって。ありがとうございます。あの雪の、雪がすごかったですね雪がすごかったですね。あの写真もうすごい雪だった。自分でいろいろアピールできればいいな、そんなことないよ。チョコありがとうございます。世界のスーパーヒーローとあの君の曲、ゆうちゃんノリノリだった、楽しいねそりゃ。
流れてたんだバックで。おはようさんちゃん、まだフェリーの中帰ってませんだって。あ、本当ですか。気をつけて帰ってください。今日はですね、白いトレーナーを着ました。ピーン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 。10日は東京大雪らしいです。気をつけてください。あれ、カオンちゃんはミクロンと一緒の動きだと誰とっていうのあんまり把握し、ミクロン、ミクロンとハヤガちゃんと一緒だっけ。今回のサイン会の生写真デニムの衣装がなんだね。だって、うん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 、そうですね、昨日見たもんね皆さんね。あ、ちょっと待って、あってない、充電がないって。見て、今日白いから映るじゃん。あ、これじゃあカロンがいることが分かんないか。もうちょっと明るくしないと。ひまひま T シャツ、ひまひま T シャツ、ひまひま T シャツかわいいです。どこ行った。あ、チョコ上で推しの方はみんな記憶力いいみたいなのでお気をつけて。だって気をつけてくださいね。ミレイちゃんのとこ私はいませんが、来られて困る方がいらっしゃる方だって。本当ですか、いないんですか、今のグリュージさんは。いったチョコありがとうございます。いったチョコ、予報らしいけど名古屋大丈夫ですか。え、わかんないです、わかんないです。毛玉、毛玉、毛玉ないから、これ新しいから。おはよう、おお、ありがとう、だって。そうなんです、ありがとう、こちらこそ。今年はほんとよく雪降るね、だって。ほんとだよ、気をつけてね。うん、いいお説教や、いいや、お説教させないで、ね、だって。あ、お説教してほしいということね。あれ、イガウンちゃんも一緒だね、だって。うんうんうん、おはよう。スクリーンの意味、スクリーン、確かに。はやかちゃんもか、そうそう、はやかちゃんとかなちゃん楽しみだって。ありがとう、顔に投影されちゃう。おお、クッキーありがとうございます、ちょこちょこ。ライン、カオちゃんの本体がなんだよね。身体スクリーン、イエス。サンちゃんスクリーン、イエス。他の10期のサイン会見てませんよ、カノンさん楽しなのだって。ありがとうございます。おー、トレーナーに電子デザインがついてるのか、感謝。電子デザイン、なんだっけ、パフュームさんのさ、衣装とかさ、こういうことなのかな。もうレベルが違うけど、ど根性ガエル、あ、面白いね。ど根性ガエル見てたよ。
ちょびっと。さんちゃんで踊るくまちゃん、これねくまちゃんじゃないんだよ、クッキーみたいな、なんかなんかせんべいみたいなクッキーです。かわいいけど、はい、ありがとう。仕事する気なくなるからやめて仕事をする気をなくしてしまう動画ツボだ。はい、ありがとうございます。ひまひま T シャツが私の生誕T シャツ、いいですか皆さん。はい、おめでとう。いやー、生誕Tでぜひ、いいの、チョコちょうだい、ちょうだいくらいね、チョコちょうだい、いっぱいちょうだい、暗くなっちゃう。うん、クッキーありがとうございます。そろそろスティージ連絡、え、クッキーありがとうございます、チョコちょうだい、クッキーありがとうございます。僕はカノンちゃんの手作りチョコを欲しいです。だって手作りチョコですか、今年どうしようかな、今年作ろうかしら。アイドルなんで明るくないでしょ、くしゃみが出ます、出ないです、ちょっと暗いので軽くしましょう。まぶしいです、つらいないとこで、いないのでミネちゃんのとこ見に来ないで大丈夫です、本当大丈夫です大丈夫ですか、本当ですか、じゃあ見に行こうかな。チョコ配信チョコちょうだい、カノンさん気にしたら真の DD 貫けないぜ。だってええー、真の DD 貫いてるの、確か昨日去年はクッキーが降ってきたらパクパクしてなかったっけ、パクパクするDD 氏変えたけ SS かだって、 SS かも、間違えた、お説教させないで、お説教、お説明させないで、だってお説教でもいい、ああ僕クッキーありがとうございます、いいサクサク、何を言おうと思ったんだっけ、あそう説明させないでって、暗いので仕事行きます、行ってらっしゃい、雪降ったロケからスタジオになるからサイン会リアタイで見えるかも、だって、おー確かにそれは嬉しいですけども、 おはおしこ、よかえおは行ってきました、うんおは行ってきます、またーだった、行ってきましたって言っちゃった、おは行ってきます、またーね、またまたね、この頃有料ギフトに頼ってたら欲しいやつめめんどうだ、だって頑張って LINE 会よく欲しいになった、買ったら何日の何時からどこで見えるの、11日だね、11日の何時からかがちょっとガノンさんも把握できてないんですけど、分かる方がいたらぜひコメントお願いします。でもあのサイン会の前に絶対ツイートはあげると思うのでお見逃しなく、ありがとう。今回はトーク会もあったら日程にもよるけどいけるかも、嬉しい嬉しい、今回は私服だから早川先生と面白いコスプレコラボが見えなくて残念だね、え早川ちゃんと、まあ、私服が似たような感じになったら面白いですね、よくなるんですね早川ちゃんと。餃子さん星集めに行くためにコメントギフトの時大変ですね、だって顔が笑ってない、目が、あさんちゃんの手形も取っておけばよかったからしまったね、ありゃありゃはにゃはにゃ、ギリチョコでもいいのでください、だってギリチョコねえ何でもいいよ、もういっぱいあげるよ、くしゃみさっきそれ出そうだったの、後ろに映ってる変なやつはオリジナルですか、ね後ろにフリー素材です、買ってくださったの、そうみたいだよ、嬉しい、すずちゃんと直作りしてほしい、なんならすずちゃんだけはダメでしょ、なんでそんなすずちゃんだけって、クッキーありがとうございます、ハッピーバレンタイン。
おおおお部長のあやおじいちゃんお願いしますだってみっちゃんの生誕祭は F12 だったのズッキュンの状態です。さんちゃんの時もここだったらだズッキュン。かのんちゃんに見られると困るのでかのんちゃんサイン会手形会見ないでくださいだって。かのんちゃんのサイン会手形会を見ないの。もうもうと手形会伊藤美希ちゃんの犬一頭鳥がすごかった。本当にすごいな。チョコちょうだい青くなったチョコちょうだい。公式さんの YouTube にライブするよ。あと見れるんじゃないでしょうか。うんそうそうそう YouTube にね YouTube でライブ配信しててあとも残ると思います。アーカイブもアーカイブっていうのかな残るのでぜひ見てくださいね。あお知らせありがとうございます。11日の16時から18時がサイン会19時から21時が手形会。おお長い長いね濃いね。遠く会行きたいけど怖いから名古屋だけにしますって。お遊びに来て。ぜひ居酒屋さんちゃんでチョコ作りを居酒屋のメニューに。そんな絵に描いたような驚きったリアクション盛りすぎですだって。そんなことないよ。もうとってもスペシャルなことだからさびっくりしちゃうよね。ようやくさんちゃんツイッター&さんちゃんインスタグラムフォローしました。ありがとうございます。配信はこちらだそうです。助かります。ありがとうございます。ちょっと早寝なので行きます。いらっしゃい。今日も公演再開を祈りつつ仕事します。いろいろ気をつけて行ってきいってらー。いらっしゃい。カムちゃん毒入りからちょうだいだって。毒入りでいいの。毒入りか毒入り毒入りを作るちょっと作ってみようかな。こうやってこう毒っていうとこうやってやってるイメージがあるなんでだろう。普通にさこうやって作るのに毒ってなるとこうグツグツみたいな作ってあげます。ヤッコハムに会社組織みたいですね。行産財財務省ですかだって会社組織ミキちゃんもはや手形ではない。そうなの。イヌイットを取りあのトートバッグのブランド品みたいでしたよねだって。あほんブランド品ちょっとこれ切ろうか。枕が五十カウンさんに好きなためにお届けよんです。ありがとうございます。さんちゃん香りが悪いよそので救急車呼びますか。ダメです。やまなくていいよ。もう元通りです。仕事行ってきます。今日は服にタンクトップにカノは暇なんだダンスの動画を映しながら行ってこい。ねがいさん卒業イベントみっちゃん生誕祭イベント同じ席でした。あの席俺の指定席にされたみたいです。あそうそうなんですか。そうなんですか。おはようさんちゃんおはようよんちゃんなんだよね。そんなに喜んでもらえると思わなかった。嬉しい。会いに行けるといいな。うんうんうん無理しないでね。おはよう。サムネで青いさんちゃんの部屋を間違えたのかと思った。違う青いさんちゃんの部屋戻りました。限度制限全中星投げしかできません。あ星投げありがとうございます。トーク会リモートがいいなだって。ああのあれみたいなチェキチャ会みたいなののトーク会バージョンみたいな。え解説出た後方向間違えた。気をつけて待って待って待ってそんな気をつけてくださいよ本当に迷子になっちゃうよ
魔女のカロンちゃんがバレンタイン毒入りチョコ作り配信、カロンちゃん好きなら毒、そう、あのね、あと DD が治る薬も入れといてあげますDD が治る薬も入れときます。はい、ありがとうございました。本当に情報を、ブランド品みたいなロゴデザインだったよって、あ、そうなんだ。イタリアのアイちゃん、カシマアミハルちゃん、濃厚接触者で活動ができないのついでも短い期間で、そうですね、確かに そうですよね、濃厚、うん、辛いですね。でも本当にちゃんとね、一番こう安全なあれを取ってくださってると思うのでね、会社に着くまで仕事する気なくなりますだって頑張ってください。一人称名前のメンバーが言い目は増えた、炎はカノンもカノンはですね、ハッピーバレンタイン、今日も寒い、寒いよ。これからやっぱりニョンちゃんって呼んでもいいですか、カノンのことニョンちゃん、いいよ、ニョンちゃん、ニョ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 、 DD がダメ、そう、久しぶりの免疫だから、あ、気をつけてね気をつけて、大変だ、 DD ではないので、だって、あ、なんでやねん、おはよう、どこで、お、お、お、入手できるのって書いた、 DD が治る薬、いや、もうそれはね、もうね、沢田家に代々受け継がれる DD が治る薬があります。タオシの私には関係ないですね、だって、本当ですか、いや、よかったです、電車間に合った、よかった、あれなんか日付変わるような感じだみたい、そうなんですか、大丈夫ねえ、それは結構高熱ですからね、ちょっと心配ですよね。グッバイマイラー、この街カードで、おう、みんな大好きが治る薬、サンちゃんの虜になる薬の方がいいですか、じゃあそうします、仕事始めるね、カロンちゃんリーと言われたら泣きながらミレちゃんのツイート見ます、だって、なんでやねん、リリの人はだよ、人は、人に聞くのね、リリじゃなかったらもう美味しい感じなんだけど、リリの人が食べるとめっちゃ苦い、そう、薬の入った、おはよう、さんちゃん、にょんちゃんにょんちゃん、にょんちゃんじゃないから、よかった、にょんちゃんだったらもうプンプンだったけど、にょんちゃんならいいですよ、ありがとう、 DD が治る薬を発明すると間違いなくノーベル賞がもらえます確かにもらえる、絶対作ろうかな、五十カノンさんに愛の数をお届け、ありがとうございます、やっぱりさんちゃんかわいいな、だって、ありがとう、逆に DD になる薬飲みたい、だってもう飲まなくていいよ、DD になる薬はダメです、ダメ、今日ドライブのエールを送って秒で帰ってきたのはびっくりしたちょっとタイミングがね、ちょうどだったんでしょうね、ミネちゃん単押しなので、あ、おー、 DD は治らないのDD 治らないの、もうそろそろすねちゃんの、あ、そっか、あ、タブレットの電源切れちゃった、新幹線、カノンはグーにします、新幹線での徐行運転、滋賀県のところだけでだったのでよかった、うん、帰れそうですか、すねちゃんのチケット今日発売ですね、だってね、え、あのちょっとすねちゃんからまた情報が展開されるのではないかと思うので、皆さんチェックしていただけたら嬉しいです、あ、今日俺も今日暇なんだ、 DD DD な俺も暇なんだ、ごめん、もう暇なんだ、暇なんだ、
楽しいですだって、ありがとうございます。すずちゃんグーグー、もうすでに急いでるかも今。そうすずちゃんね、あ知らない人も多いと思うので、はい、すずちゃんは歌とダンスを習ってるんですけど、妹でねガノンの今日じゃない今回ある発表会にすずちゃんは出演します。はい、その情報がですねすずちゃんのツイッターの方に、すずちゃんのツイッターの方に載ってるので、皆さんぜひチェックしていただけたらなって思うんですけど、まあ、すぬちゃんってすぬでカタカナ、ちゃんでひらがなで調べてもまあ出てくると思うんですけど、すぬのアイコンがアットマーク SUNU アンダーバー CHAAN だと思いますので、ぜひチェックしてみてください。発表会のね、発表会のお知らせがね、って今日からね、そうさっき言ってくださったように今日からなんかなんだっけ発売、そうチケットをね、そう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 、今日の12時から12時とか言ってたかな、今日の12時とかに、はい、多分チケット発売開始されますので、ちょっとかなあんまり詳しくないんですけど、予約フォームがなんちゃらって言ってたので、フォーム予約するところがあるし、ぜひ皆さんそちらチェックしていただいて、すぬちゃんのあれで名前でチケットぜひゲットしちゃってください。今日の12時からチケット一般販売が始まるよ、名前公開するね、大ちゃんはね、じゃんけんで行きます。いってらっしゃい、いってらっしゃい、聞こえましたか皆さん、うんうん、ふろみちゃんとコラボまたするみたいなスイーツもあるよ、だって食べなきゃ、自分 DD なんか AD だよ、だって。お、そうなんですか、すみちゃんのツイッター報告ありがとうございます。ちょっといろいろ話してたらコメントが飛びましたが、はい、そういうことなので皆さんぜひぜひゲットしてください。にょんちゃん好きやろってにょんちゃん最近あれはやって、えへへはやってるよね、なんだっけ、はじめましてってやつ、はじめまして、私にょんちゃんって言います、えへへ、名前呼んでください、にょ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 んちゃんってなります。そうすると、そう、すずちゃんの名前が公開します、なのですずちゃんの名前を入れてぜひ予約していただけると、すずちゃんって書いちゃうとそれはニックネームなので、あら、すずちゃんって誰かしらって大人の方が思っちゃうので、そんな発表されたお名前で予約していただけると、うん、 TikTok で流行ってます、 TikTok で流行ってます、声はちょっとはじめまして、私にょんちゃんって言います、えへへ、名前呼んでくにょ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 、さあそれでは今日はサインか合わせ技ありますかって、うん、考えておきます、できるかわからん、イヌイット鳥的な、今54分、サンデースライムいきますか、沢田スヌマルの本名が明らかになってしまうという日です。今日はもう今世紀最大の最大のビッグニュースが発表される一日です。名古屋行き最終列車最終回でした、来年はしていてほしいな、だって頑張る頑張る、名前入れて予約って推し席当たりあったりしたら面白いかも、いや推し席からか分からないけども、
あの多分こう一般販売がこうすぬちゃんのところ、まあいいや、なお友達紹介キャンペーンみたいな感じだとさ、誰々に紹介してもらいましたみたいなやつがあるじゃないですか。それです。それでスヌちゃんの本名を多分お願いします。ビッグニュースはスヌちゃんの名前が公開されます。さあ、それでは今日も13位からサンデスタイムを張り切って登場。13位サンデス、ありがとうございます。12位サンデス、大好きだー、ありがとうございます。11位サンデス、あとマーケットファミリー、イエーイ、ありがとうございます。12位サンデス、ありがとうございます。11位頑張って頑張って、ありがとうございます。10位サンデス、あとマーケットファミリー、チュチュン、ありがとうございます。10位サン、あ、ちょ、間違った、え、10位うんさんです、アットマークファミチュチュ、ありがとうございます。トゥ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 、9位夢の国のおじさんです、ありがとうございます。ドリームランドおじさん、8位さんです、ありがとうございます。7位さんです、アットマークファミ、ありがとうございます。6位さんです、アットマークファミベトリー、ありがとうございます。5位さんです、アットマークグラミリーレントリー、ありがとうございます。4位さんです、アットマークここここ、ありがとうございます。そして3位さんです、アットマークおーヘッドファミリー、ありがとうございます。そしてそして2位さんです、せーの、きょおーさあ、ありがとうございます。そしてそしてそして、今日の第1位はトゥルル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 ルさんです。あ、いつもありがとうございます。あなたもぜひ役ファミになっちゃってくださいね。バキューン、ありがとうございます。あ、ウィーナーさんおめでとう、ありがとうございます。何がありがとうございます。あ、皆さんか、役ファミ、あ、皆さん、あ、おめでとう、ありがとうございます。落ちてたけど間に合った、だって間に合ったね。今日はテテテテテテテレテレバージョンでした。ふきまるドラッグランキング第2弾、結構濃ゆい。そうドラッグさ、あ、ランキングいつもね、あのチアレターありがとうございます。だけどあのチアレターが足りないのでチアレターが足りないので皆さんお願いします。そうエッグジェムは持ってるからお洋服とかは多分買えるんだけど、そうじゃなくて、一押しの嘘って書いたら悲しいだって。嘘、一押しなの、本当に、今日も今日とて可愛かった、ありがとう。350円貯金してきます。あ、初見さんありがとうございます。ハッピーバレンタイン、チョコちょうだい、こちらこそ。初見さんありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと離れろとか言って、あ、時間だ、350円貯金しておきます。さあ、それでは少しでも気になってくださったからぜひここのハートをクリックしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺でまたご覧ね、ありがとうございました。ダチャは回せるんだけどドラゴンなんとかが買えないの。プリズムとかキューブ、キューブじゃない、メダルみたいなのとか、昇格に、あの、関わる、昇格じゃない、昇竜に関わるものが買えなくて。バイバイ。たなクッキーありがとうございます。あれ？